恐ろしいな、これ。とんでもないものを見つけました。はい、お疲れ様です。高桐充です。ってことで今日もまた近所の公園とか草原の方に昆虫採集に来ております。ただもう時期が12月の中旬になってしまって、完全に冬が来てしまいました。ってことで今回が2024年最後のカマキリ採集ってことで、またでカマキリとかバッタ探していこうと思います。さあ、今年もカマキリ採集たくさんやってきましたけど、今回が最後です。今年は結構いろんなカマキリに出会えたんで、すごい楽しい1年でしたね。で、今日はもうね、着てみたんはいいんですけど、全くいる気がしません。寒いし風強いし、もう景色が完全に冬なんですよね。だからもういるかわかんないですけど、まあとりあえずまた日当たりのいいあったかいとことか、あと路上とかですね、そういうとこを中心に探していこうと思います。先週来た時は何匹か見れたんだけど、なんかもうその時に比べるとだいぶ草が枯れちゃってます。いるかなこれ。お、カマキリの卵がある。これはオオカマキリの卵ですね。このスポンジ状の卵嚢の中にカマキリの卵がたくさん入ってます。冬の寒さとか乾燥から卵を守ってます。バッタすら全然見つからないですね。もう完全に昆虫のシーズン終わっちゃったのかな。成虫で越冬するツチイナゴとかクビキリギスですら全然見つかりません。まあ結構草の根元の方で冬眠するんで、深いとこ探せばいるかもしれないですけど、もう表面には全然いないですね。先週とかは日光浴してるやつ見かけましたけど、今日は全然いません。お、いたいたいた。なんか跳ねたと思ったらバッタでした。これイナゴですね。コバネイナゴ。ようこんな寒いのに生き残ってんな。もう草も枯れちゃって全然食べるもんもないと思うんですけど、頑張って生き延びてます。こっちにもいる。こっちにもバッタがいるけど、あ、これはツチイナゴですね。さっきも言ったんですけど、成虫で越冬するバッタです。秋の終わりに成虫になって、そのまま冬眠して来年の春に活動するちょっと変わったバッタです。こいつはこれから冬眠ですね。これから厳しい冬が来ますけど、頑張れよ。全然見つからないので川の方まで降りてきました。で、これ見てください。川沿いの草は完全に枯れちゃってます。いやー、もう寂しいですね、景色が。で、よくね、トノサマバッタとか、あとカマキリもね、よくいたんですけど、もうさすがにいなさそうだな。お、またカマキリの卵がある。あ、これは朝鮮カマキリかな。カマキリの卵は種類によって全然形とか大きさが違うので面白いですよね。朝鮮カマキリ、この辺だと結構レアなんですけど、また来年も見れそうですね、卵があるってことは。恐ろしいものを見つけました。ちょっと閲覧注意なんですけど、これカマキリなんですけど、木の枝に突き刺さってます。これあれですよね、モズのハヤニエだっけ。モズっていう鳥がこういう木の枝とかトゲとかに昆虫とかね、なんかいろんな生き物を刺すんですよ、冬場の餌にするために。びっくりしたわこれ。ようこんな器用に刺せるな。久々に見ました、モズのハヤニエ。いたいたいた、カマキリいた。生きてるかなこれ。ほら、こんなとこにオオカマキリなんですけど、あれ、これ生きてるかな。生きてる生きてる。ほら、おお、なんと12月の中旬でもカマキリを見つけることができました。すごいな、よく生き残ってるな、オオカマキリです。ただね、もう体はめちゃめちゃボロボロになっちゃってます。まあそらそうか、あんまり元気もないですね。まあこんだけ寒いとね、体も動かせないと思うんですけど、よう生きてますね、すごいわ。もうあんま元気はないですけど、もしかしたらもう1回ぐらい産卵するかもしれないんで逃がしてあげます。いやでもすごいな、ほんとこんな寒いのに。最後まで頑張れよ。じゃあちょっと公園の方も見てみようと思います。
公園の木はね、この時期になると面白い生き物が集まってくるんですよ。この木だったかな、前回見たのも。どこだっけ、あ、いたいたいた、これです。皆さんこれなんだかわかりますか？はい、こちらはヨコヅナサシガメっていう肉食性のカメムシですね。冬になるとこういう木の幹とか木の隙間で冬眠するんですよ。結構いかつい見た目してますけど、イモムシとかね、そういうのを集団で襲って体液を吸う肉食性のカメムシです。まあ冬場はね、こういうとこで冬眠してじっとしてるんですけど、春になったら活動してるとこも見ることができます。トンボはもう全然飛んでないですね。結構いろんな種類のトンボが見られるんですけど、全然飛んでません。もう終わりかな。でやっぱね、公園内見てるとね、落ち葉がすごいです。すごい量の落ち葉が落ちてきてますね。で腹広カマキリとかももしかしたら公園の木についてないかなと思ったけど、全然。え、何これ、なんかバッタみたいなのいるんだけど、公園の木に。え、何これ、え、しかも幼虫だなこれ。なんだろうこれ、見慣れないバッタがいました。この時期に幼虫っておかしいですよね。でこれ見た感じ、スユムシとかクダマキモドキとかその辺の仲間ですよね。何なんだろう、ちょっと僕には分かんないんで、もし詳しい方いたらコメント欄で教えてください。いや、びっくりしたわ。よし、じゃあそろそろ帰ります。寒くなってきたし、もうこれ以上探しても見つかる気がしないので、今日はもう帰ります。いや、なんだかんだカマキリはいたし、モズの早に見れたし、謎の幼虫も見れたんで、まあ、結構楽しかったですね。じゃあちょっとお腹も空いたし寒いし、帰ります。はい、というわけで2024年最後のカマキリ採集から帰ってきました。いかがだったでしょうか。で今回でカマキリ採集2024は最終回になるんで、結構コメント欄でも多かったんで、今うちで飼ってるカマキリの近況報告もやっていこうかなと思います。とは言ってももううちのカマキリたちもあと2匹だけになってしまいました。でそのうちの1匹がオオカマキリの緑色型ですね。この子は9月上旬のカマキリ採集で取ってきた子です。ただこれ見てください、もう目がずっと黒なんですよ。カマキリは暗いとこにいると目が黒くなるんですけど、もうこの子は部屋が明るくてもずっと黒のままなんですよ。まあもう年取ってきたからだと思うんですけど、ずっと目が黒です。で最近餌も全然食べてくれなくなってきたんで、もう最近はねこうやって昆虫ゼリーを与えるようにしてます。昆虫ゼリーはね結構食べてくれるんですよ。食べるかな。あ、ほら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 、むしゃむしゃ食べ始めました。こうやって与えると昆虫ゼリーも食べてくれるんですよ。しかもこの昆虫ゼリーは高タンパク昆虫ゼリーなんで、結構栄養価も高くなってます。おー、めっちゃむしゃむしゃ食べてる。まあ固形物がねなかなか食べれなくなってるとは思うんですけど、こういう柔らかいものだったらしっかり食べてくれるんで、まだしばらくは大丈夫そうですね。でカマキリを長生きさせるために飼育環境を変えてあげました。ちょっと広めの容器に移してあげたんですけど、まずは足場となる鉢底ネットが入ってます。もう最近あんま登らないんですけど入ってて、それを支えるクワガタの産卵木も入ってます。で特に意味はないんですけど、落ち葉も入ってますね。はい、こんな感じの飼育環境で今飼育しております。で前まで飼ってた飼育容器に卵がねめちゃめちゃ産みつけられてあって、もう9回産卵してるんですよこの子。なのでね、それは今玄関先に置いて卵が生まれてこないようにしてあります。でもう1匹が中国からやってきた外来カマキリ、ムネアカハラビロカマキリです。この子は卵からずっと飼育してる子なんですけど、未だに餌もむしゃむしゃ食べててめちゃめちゃ元気です。産卵も5回してるんですけど、まだまだ元気なんで、この子は余裕で年越しとかもできそうですね。これからも大切に飼育していきます。はい、とまあこんな感じですね。カマキリ採集2024最終回と、今うちで飼ってるカマキリの近況報告でした。
いかがだったでしょうか。もう今年はカマキリシーズンというか昆虫シーズンが終わっちゃったのでカマキリ採集できないんですけど、もちろんまた来年もやろうと思ってますんで、ぜひ楽しみにしといてください。はい、ってことで、今回の動画はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。